皆さんこんにちは。今回は CPU 台の周りにサーマルパッドを設置した CPU ブリスとサーマルパッドのハイブリッド利用と、前回パート39、台直の続きで台直とハイブリッド利用を組み合わせるとどうなるか、これらについて紹介します。で、早速経緯から話そうと思ったのですが、紹介内容をまとめてみたら思ったより導入部が長かったので、狙いも仕組みもまだ話していませんが、最初に結果だけ話しておきます。結果は、どちらもうまくいきませんでした。どちらもです。CPU ブリスとサーマルパッドのハイブリッド利用単体でも、ハイブリッド利用と台直の組み合わせでもです。原因の検討はついている、というか準備段階で気になる部分があったのでお察しみたいなところもあって、そんな残念な内容で、おそらく個人の日記みたいなレベルの今回ですが、よろしくお願いします。では紹介を始めます。まずは CPU ブリスとサーマルパッドのハイブリッド利用を思いついた経緯からです。これは以前パート17と18で行った CPU ブリス比較の後に思いつき、考え始めました。CPU ブリス比較では当時制作していた冷凍庫内で PC を構築するという、冷凍庫 PC の最適化。その一つとして CPU ブリスの選定を行いました。冷凍庫 PC は文字通り冷凍庫の冷凍能力を利用して PC の冷却を行うというものだったんですが、実際に稼働させると常温環境で得られた冷却性能が低温環境になると悪化するという変化が確認されました。その悪化の原因は何なのかということで CPU 冷却について一つずつ調べていき、その際に CPU ブリスを比較しています。それまで使ってきた MX4 と低温冷却に向いているとされるクマグリス。CPU ブリス用途で使われる熱媒体の中では熱伝導率がズバ抜けて高い液体金属の一つ、クマメタル。これら3つを比較しました。で、その結果、MX4 では低温化によって冷却性能が最も悪化し、クマグリスだと MX4 よりは悪化幅が小さく、クマメタルでの悪化が一番小さいというものでした。ただクマメタルは低温化によって固化するという別の変化も確認されました。この結果を受け、状態変化を繰り返す液体金属を CPU ブリス的に CPU 台に塗っておいて大丈夫なのかと考え、怖いから液体金属のクマメタルは常用せずポイント企業に留める。クマグリスを常用に採用して MX4 は交代、といった感じで検討を終えました。まあ最近は冷凍庫 PC のような低温冷却は休止状態なので、コスパの良い MX4 に再登場してもらっています。そんな比較を行った後のことなんですが、ある時ふと、サーマルパッドについて考える機会がありました。サーマルパッド、または熱伝導シートというと、CPU ブリス用途の熱媒体の一種、選択肢の一つ、だったり、CPU 以外の SSD など PC パーツの冷却で使われる放熱材です。形はシート状で材質は炭素系やシリコン系があります。個人的な印象ですが、炭素系が熱伝導シート、シリコン系はサーマルパッドとして販売されているような気がします。この動画内では両方をまとめてサーマルパッドと呼んじゃいますけど。で、そんなサーマルパッドは先ほども話したように CPU ブリス用として使えるとも謳われることもあるのですが、冷却性能的には CPU ブリスと同じくらいか、ちょっと低いみたいです。CPU ブリスといえばよくブリスより液体金属の方がいいとか、厚くよりは薄く塗った方がいいとか、部分的よりは満点なく広く塗るとか、あとは空気を入れないようにするというのがポイントに挙げられますが、サーマルパッドでも炭素系なら熱伝導率が液体金属並みの数十ワットパーメートルケルビンクラスのものもあるものの、どうしてもサーマルパッドは CPU ブリスよりも厚くなり、ヒートスプレッタなど金属表面のミクロな部分ではサーマルパッドが接触できず、見えないレベルで空気が残留するという懸念点があります。先ほど話した CPU ブリスのポイントで言うと、CPU ブリスの厚みや広く塗るといった部分に関わり、残留空気の有無が実質的に有効に熱を伝えられる部分の広さ、面積に影響する感じです。話がはぐれましたが、そんなサーマルパッドについて考えが及んだ際に、以前の CPU ブリス比較で低温環境下での動作を見たけど、サーマルパッドだったらどうだったんだろう？まあ良くても CPU ブリスくらいみたいだから改めて比較することもないだろうけど、もしかすると低温化による性能変化は小さい？少なくとも液体金属の固化みたいに状態変化することはないだろうから、CPU 台上に使うには安心かな。そんなことを思いました。もうこのあたりは妄想の域に入っていたんですが、もし CPU 台上の熱媒体として使うとしたらサーマルパッドって結構大きいよな。
そのままのサイズのサーマルパッドを使ったら CPU 台の他に基板にも乗っかりそう。あれ、その状況ならむしろ基板からも熱を引けて、熱伝導できる面積を大きくできるかも。でもサーマルパッドは良くても CPU グリスってレベルだろうし。じゃあ CPU 台部分を切り取って CPU 台上は CPU グリス、周りはサーマルパッドのハイブリッド利用にしたら、もしかしたら普通に CPU グリスを使った以上の性能を出せる。そんなことを思いつき、今回の検証を実施することにしました。CPU 台とヒートスプレッタ間の熱伝導を改良できたら、ヒートスプレッタ上の CPU グリスの改良よりも大きな恩恵を得られるかもしれません。というのも熱媒体が乗っかる CPU 台の表面積がヒートスプレッタよりも小さいからです。先ほど CPU グリスのポイントを話しましたが、そこで言う広さに関わり、広さの面で厳しい分、熱媒体の熱伝導率や厚みの重要性が増します。ヒートスプレッタ上と同じ CPU グリスと使ったら、当然 CPU 台とヒートスプレッタ間の熱伝導が比較的に厳しいでしょう。実際は厚みが同じくらいになるかはわかりませんが、おそらく厳しい、ボトルネックになりうる部分です。なので通常この部分はソルダリングが液体金属だという感じで重視されます。そんな部分でのハイブリッド利用は根本原因である広さを改善できるかもしれないと思ったんです。まあ厳密に言えばハイブリッド利用におけるサーマルパッドは CPU 台とヒートスプレッタ間というより、CPU 基板とヒートスプレッタ間の熱移動を受け持つでしょうから間接的な改善な感じもしますが、期待しつつ今回のハイブリッド利用を試してみました。長々と話してきましたが、経緯や狙いはここまで。次は実際の作業に移ります。まあここからの実際の作業が問題だったんですけどね。ハイブリッド利用にあたってまずサーマルパッドの選定から始めました。サーマルパッドならどれでも OK でもないんです。サーマルパッドの厚みが重要でした。私が使っている CPU はインテルの Core i7-6700K なんですが、この CPU の台の高さは時速 0.30mm だったので、これに合った厚さのサーマルパッドが必要でした。サーマルパッドが 0.3mm よりも薄いと接触しないので貼る意味がありません。逆に 0.3mm より厚く、サーマルパッドが CPU 基板とヒートスプレッタ間で接触できたとしても、肝心の CPU 台とヒートスプレッタ間の CPU グリスの潰れ方、接触状態を悪化させたらこちらも意味がありません。多分ちょうどいい厚みがあるんでしょうけど、厚すぎても薄すぎても意味をなさない、重要かつ難しい部分です。そんなサーマルパッドですが、今回は炭素系で熱伝導率 50Wpm、0.5mm 厚のを使ってみました。0.5mm、厚くないって思いますか？ぶっちゃけ私は厚いと思います。ですがちょうどいい厚みのものが見つからなかったのでこれにしました。炭素系のサーマルパッドではクマグリスでおなじみのサーマルグリズリーも販売していますが、あちらは 0.2mm 厚です。6700K の CPU 台の厚み 0.30mm より薄いので不適合と判断しました。炭素系サーマルパッドは熱伝導率が高いのが魅力的なんですが、どうも薄いものばかりです。まあ薄い方が熱伝導では優位なので商品の方向性としては当然なんですが、今回の用途に合いません。じゃあ厚みがちょうど良さそうな 0.3mm 厚くらいのサーマルパッドがないのかというと、あるにはあります。実際に入手もしました。シリコン系で熱伝導率 10Wpm のサーマルパッドですが 0.3mm 厚として販売されていたものです。ですが今回こちらは使いません。このサーマルパッドは両面粘着で、これを CPU 基板とヒートスプレッタ間で貼り付けたら、終了後に元に戻すのが大変そうだと尻込みしたからです。両面粘着なんて入手前に確認しろって話ですが、安価だったのでとりあえず買っちゃって、実物を触ってこの粘着力は剥がすの大変そう、と思い見送りました。で今回使う炭素系 0.5mm 厚のものですが、CPU 台の厚み 0.30mm よりも厚く、最も 0.3mm に近い厚みの商品です。正直もうちょい薄ければと思いますが、炭素系サーマルパッドはスポンジみたいに変形するので、もしかすると良い感じに潰れて、CPU 台部分の接触を維持しつつ、ハイブリッド利用でさらに冷やせるかもしれない。そんな願いを持ちつつ、ひとまずやってみるかの精神でハイブリッド利用を続けます。入手したサーマルパッドを CPU グリスと併用できるように加工します。CPU 台上には CPU グリスを塗布したいのでその部分を切り取るわけですが、まずは切り取るための型紙作成として、ティッシュを挟んで圧縮します。ティッシュというと PC パーツなど精密機器にとっては埃が怖いですが、
先日外直を行った際に CPU クーラーの接触状態確認で使い、便利だったので今回も使いました。圧縮後のティッシュには CPU 台、ヒートスプレッダの縁の形がくっきりとついています。これを型紙にしてサーマルパッドを切り抜きます。早速型紙を元にヒートスプレッダの縁の形に沿ってサーマルパッドの大枠を切り出します。ヒートスプレッダの縁の部分は少し出っ張っているので、ここでサーマルパッドを挟んでしまうと、CPU 台とヒートスプレッダ間の隙間が広がってしまいます。なのでヒートスプレッダの縁を避けるように、サーマルパッドを小さくカットします。ちなみにこの切り抜き作業の途中で CPU 台の位置を確認するために、切り抜き途中のサーマルパッドを設置してヒートスプレッダで押さえてみたんですが、しっかりと CPU 台上の圧縮根ができていました。これならサーマルパッドが 0.5mm 圧でも圧縮変形して CPU 台部分の接触は維持できる？できればいいな。そんなことを思いつつ作業を続けました。切り終わったサーマルパッドを CPU 上に乗っけてみます。ちょっと CPU 台部分の切り取りが足りないですかね。ですがひとまずこのまま使ってみて、ダメだったらさらに切り抜いて調整するとしましょう。ところでちょっと横道にそれますが、今使っている 6700K という CPU はとてもハイブリッド利用に都合のいい CPU だと思いました。基板上に CPU 台以外の素子が何一つないんです。通電部かもわからない金属部が一部露出していますが、そこをシーリング剤で絶縁処理しちゃえば、CPU 台だけを気にかければいい状態になります。他の CPU だと素子がついているものもありますよね。その点 6700K なら安心して実施できます。というか炭素系サーマルパッドは導電性があるということなので、絶縁処理が甘いと多分まずいことになります。そういう意味でも 6700K はありがたい CPU でした。ということは他の型式ではハイブリッド利用の難易度が違って、困難なものもあるかもしれませんね。まあ実施する価値があるか謎ですか。まずはハイブリッド利用の可能性を考えましょう。あとは CPU 台上に CPU グリスを塗布して、ヒートスプレッダを乗っけて、マウントパーツで押さえます。これで普段の CPU 冷却を行う状態に、ハイブリッド利用ということでサーマルパッドが追加された状態になりました。ハイブリッド利用で普段よりも良くなったら効果があった、悪くなったら調整が必要か、意味がないと判断できます。その後は普段通りに CPU グリスをヒートスプレッダ上に塗って、今回は無限5を設置します。ぶっちゃけ自作 CPU クーラーは準備するのが面倒なんで、それに自作 CPU クーラーに比べて無限5なら性能が安定的という、普通検討しなさそうな信頼があります。ハイブリッド利用単体での検証なら無限5が適役でした。これでハイブリッド利用の動作確認ができる状態になりました。実際に PC を起動させて動作を見ていきましょう。PC 電源を入れると、普通に起動しました。先日の大直や癒直で起きた、全く冷却できず PC 起動すらままならないという状態ではないようです。第1関門は突破で、では普段やっているベンチマークをやってみると、定格動作で CPU 温度は 91°C。熱々ですね。比較としてハイブリッド利用じゃない状態、以前計測したデータにはなりますがその時の結果は 54°C です。37°C も上がりました。これは明らかに悪化しています。いや、これはサーマルパッドの切り抜きが甘かったせいで、まだ改良の余地はあるかも。ということでさらに切り抜き調整して、もう一度動作確認をした結果は、92°C でした。ダメっとそうです。ということで今回のハイブリッド利用は失敗に終わりました。原因はおそらくサーマルパッドの厚みですかね。CPU 台の高さ 0.30mm に合わせられたヒートスプレッダとの接触に、サーマルパッド 0.5mm 圧は厚すぎたのでしょう。圧縮根ができた時はこのサーマルパッドも潰れてくれて CPU 台とヒートスプレッダ間の接触も維持できるかも。なんて期待もしましたがあれは幻だったようです。動作確認後の CPU グリスの広がり方からしても、ハイブリッド利用によってクーラーとの接触状態が悪化し、CPU グリスの熱伝導における広さや厚さの部分が悪い方に変化したのでしょう。サーマルパッドの厚みがもう少し薄かったら違ったんでしょうかね。まあシリアと言ったように実現させること自体難しいアイディアだったのかもしれません。終わって振り返ると色々と思うことがあるなぁと感じた、今回の CPU グリスとサーマルパッドのハイブリッド利用でした。ハイブリッド利用単体については以上です。以降は前回の大直の話の続きです。
前回自作 CPU クーラーで大直に挑戦しましたが、冷却性能は良くなるどころか悪化していました。で、その原因として CPU 台と CPU クーラーの接触状態が良くないかもと考え、接触状態が変化しそうな先ほどのハイブリッド利用で変わるかも。ということで大直とハイブリッド利用を組み合わせて動作確認を行ってみました。まあ先ほどまでの結果を紹介した上でこの話をしても結果が見えているというか、冒頭でもすでに結果は話しちゃっているんですが、そんな話を最後に少しします。前回の大直では先ほど話したように CPU 台と CPU クーラーの接触状態で怪しいところがありました。CPU 台に CPU クーラーが接触した痕跡が確認できたと同時に、CPU 基板と CPU クーラーも接触したような跡が確認できたからです。今回のハイブリッド利用で紹介していますが、CPU 台の高さは基板から 0.30mm あります。ですが CPU クーラーを大直で設置すると CPU 台と基板、両方に接触した痕跡ができていたんです。ということは大直特有の接触、大直でヒートスプレッダを外したことで CPU 自体がずれたか反った。そんなことを考えました。じゃあハイブリッド利用も使えば大直よりはヒートスプレッダみたいに面的な接触ができそうだし、接触状態が変われば冷却性能も変化、あわよくば良くなってくれる、なんて期待しました。まあこれはハイブリッド利用実施前の話で、実施後では望み薄な感じでしたが、この時には大直で集中的な荷重がサーマルパッドをより潰してくれるのではないかと。ハイブリッド利用実施前は面的な接触で、実施後は集中的な荷重、我ながら不安定な狙いですね。そんな感じで実際に大直、プラスハイブリッド利用、ついでに自作 CPU クーラーで実施という、特徴マシマシな動作確認をやってみました。結果は、定格動作で CPU 温度 100°C、サーマルスロットリングが作動しました。順当にダメだったみたいです。結局ヒートスプレッダをつけて普通に CPU クーラーを設置していた方が安定的かつ高性能という結果になりました。今回私が実施した大直は残念な結果に終わりましたが、おそらくこれは一般的なものではなくて、私の環境、パーツ構成、作業内容に影響したものだと思います。前回も話しましたが大直について調べると、冷却性能が向上したという情報が複数確認できます。ですがそれらの情報で紹介されているパーツ構成や作業内容は、今回のものと結構違います。パーツ構成が一致しないのはまあ仕方ないでしょうけど、作業内容が違うのがちょっと、いや結構な問題だったかもしれません。普通大直というと CPU 台上に使う熱媒体には液体金属を使うことが多いのですが、私が行った大直では液体金属を使わず、普通の CPU グリスを使いました。液体金属を使っていない理由は前述の通り、と効果だから単にケチったところもあるんですが、ひとまず普通の CPU グリスを使って今回までの大直を行っていました。ですが液体金属と CPU グリスなら、皆さんもご存知かと思いますが熱伝導率が大きく異なります。なので大直みたいにシビアな熱伝導の部分では液体金属の効果が発揮されやすいです。さらに接触状態が悪化して熱媒体部分の厚みが増えたとしても、液体金属の高い熱伝導率が厚み分の悪影響を小さく抑えてくれるかもしれません。液体金属なら結果は違ったかも？そう期待する気持ちもありますが今回の大直はここまでにしました。今は大直について寝かしておきたい気分なので、また気を見て挑戦するか考えようと思います。今回の紹介は以上です。次回はパターン4に向けた新しい制作を始めようと思います。パート38で紹介した予定からはだいぶ早いスタートになるんですが、予定していた検証がうまくできそうになかったので前倒ししました。うまくいかなかった検証は最近リカバリー案を思いついたのでおいおいやるとして、またしばらくの間は制作をする期間になりそうです。これまたうまくいくかはわかりませんが、気が済むまで一つずつ試していこうと思います。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。